ぱりこっちにしよう。遊びに来たよ、こんにちは、ありがとうございます。これをつけます。こんにちは、フォローしました、ありがとうございます。こんにちは、ちょっと変なくなった。やっほー、難しいこれ。やっほやっほー、今からは質問に答えます。ご飯食べた、さっき食べました。白ご飯にのりたまに味噌汁。ツイッターで募集してた質問を何個か答えたいと思います。さっきの配信で8時28分に飛行機着陸したのでギリギリ一周だけできました。ありがとうございます、よかった。5時間とできました、ありがとうございます。ティフ見て以来応援してます、わー嬉しい、ありがとうございます。マヨネーズ質問、マヨネーズの質問はちょっとなかったんですけど、まずと好きなモデルさんはっていう質問が来てて、私はみちさんっていう方がいるんですけど、あの兄弟で結構でファッションショーとか出たりテレビ出たりしてるみちさんって方がいて、その方がめっちゃ好きです。顔がすごい可愛いし、おでこが丸い方が好きなんですけど、めっちゃおでこ丸いし、すごい顔の形も好きで、めっちゃ可愛いしスタイルも良くて、でもちょっとなんか天然なところ、そう、吉道さんの道さん、天然なところとか性格とか全部好きなんです。好きなモデルさん、身長もあんまり高くないけど、なんて言うんだ、スタイルがすごいいいから憧れます。私もから電車から見てる、わあ大学頑張って。朝食はピザ食べました、何を食べましたか。私はのりたまご飯。身長同じぐらいかな、多分同じぐらいだと思いますか、私よりちょっと小さいぐらい。なんか昔モデルやりたいなって思ってた時があったんですけど、その時は身長が低いから無理ってなんか思ってたけど、それみちさんとかを見ると、あ、身長が低くてもモデルできるんだってなんか希望を持てるようになりました。私は156センチです。50巻と終わり、ありがとうございます。朝からスタバなる、うわスタバナウ、え、めっちゃいいな。何飲んでるんですか。そう、希望が持てて、こういうイベントにも参加できるようになったから嬉しいです。今から大学応援して頑張ってください。そういうの本当勇気づけられる、そうなんです、憧れです。私の
みちさんって調べてみてください。私は今からお仕事を頑張ってください。次の質問は、今後 HKT でやってみたいことはっていう質問が来てたんですけど、なんだろう、やってみたいこと、でもなんかバラエティ系やってみたいかも。みんなで何々をしてみるみたいな、ゲームでもいいし、なんかほんと企画みたいな、そう YouTube みたいな企画とか絶対楽しいと思うし、6期生の子とかもそういう企画をなんかゲームみたいなのを通したら、もっとなんか素な部分というかが見えてくるからいいんじゃないかなって思いますね。昔テレビ番組とかでやってたようなことを今やりたいですね。メンバーで運動会してみたい、絶対楽しい。それかなんか普通にあのプライベートというか、あれな、お仕事系ではないけど、みんなでなんかキャンプとか行きたい。キャンプとか行ったら絶対楽しくないですか。今のところラムネ一気飲みしか やけど大丈夫。ラムネ一気飲みもみんなでやりたい。本当はもっと早い人がいるかもしれない。6期生にも私が選んでもらっただけで、もっと早い子がいるかもしれないから、みんなでそういうゲームとかやってみたい。楽しそう。福岡県全部使って借り放題競争何日もかかりそう。運動系得意ではないけど好きです。キャンプ好き。キャンプだと誰が活躍しそうですか。誰だろう。6期生だと誰やろう。さあちゃんとか、さあちゃんとかりんかとか活躍してくれそう。わ、アイスありがとうございます。みちちゃんツインプラネットだね。あ、村重さんと同じ事務所だった気がします。みちさん一回やってみたい。ゆなゆなはキャンプってなったらずっとはしゃいでそうずっと走り回ってそう。うん、ポムポムプリありがとうございます。無音で星投げてきた。また夜ね、ありがとうございます。また夜会いましょう。ゆなゆなのこと知らんけど、そんなやばいやつ、いやめっちゃ面白いですよ。ほんと一度会ってみてほしい。だから中学生とかもおしゃべり会があってほしいですね。絶対楽しい。授業なんで抜けます。頑張ってください。いくのちゃんのバク転見れますか。バク転してもらおう。キャンプしたことある。キャンプないんですよね。したことない。頑張ってください。ありがとうございます。さあちゃんは曇り、さあちゃんは面倒見がいいのでダメよそこはとか言ってそう危ないよって。50巻と診療ありがとうございます。お出かけとかまだ6期でしたことないから、いろいろしたいですね。いつかなんかここがピュッてなるね。ここがスポーツテストとか楽しそう。運動会して競う系とかめっちゃ楽しそう。かなかちゃんおはよう。おはようございます。なんかここ気になる、なんか出てくるか。初見です。ありがとうございます。こんにちは。じゃあ次の質問に行きますね。
次の質問、田中美久さんとのエピソードっていう質問が来てたんですけど、田中美久さんとのエピソードで言うと、アットジャムに出させていただいた時に、最終日2日間あって2日目に結構悔しくて終わった後にちょっと落ち込んでたんですけど、美久さんがずっと大丈夫大丈夫って言って、先輩みんなバーって慰めてくれたんですけど、ミクさんがずっと大丈夫だよってなんか慰めてくれて、ティッシュとかもくれて、それがなんか感動したエピソードです。その優しさにもまた感動して、それでリセット公演で結構ペアになることが多くて、そのペアになった時もすごいなんか笑顔でなんかイエーイってしてくれるから、すごい大好きです、大好きです。告白ここで、ミクさん大好きです。ミクさん一個下です、私の。でその後にアットジャム終わった後にメールでも LINE でも慰めてくれることを書いてくれてて、あーそれにもまた感動しました、泣きました。ミクさんもお顔がちっちゃくてめっちゃ可愛い。そう、それですね。ミクさんとのエピソードといえば、セミ50を開いておきます。ありがとうございます。ミクさん、ミチさん、みがつく人が好きみたい、私。こんにちは、こんにちは。じゃあ次の質問、足のサイズはっていう質問があったんですけど、23センチかなって思います。23センチか 23.5 を履いてますね最近。次の質問、子供の頃のあだ名、子供の頃のあだ名、子供の頃のあだ名、小学校の頃はななかちゃんでした。中学校は23センチって呼ばれてた23センチとは呼ばれんかったけど、中学校ではナナキャンって言われよったかも。わミラーボールありがとうございます、イエーイ、やったー、光ってる。かも、モガミ、モガミン、いや名字はあんまりいなかった。ナナカちゃん、ナナカちゃんがもうスタメンっていうんかなが結構多かったかも。ナナッペはねまだ呼ばれたことない。中学校の時ってそういうちょっと自分の名前の最後をキャンとかなんかそういうのにするのが流行ってたんかな、なんか流行ってたっていうか、結構みんなそれやってたから私もやってました。先生からは名字を送る、先生からは名字で呼ばれてました。だから中学校もみんなで何するってなんかあだ名決めてやってました。でも少しちょっと黒歴史まではいかないけど中学生だなって思う。何位になると TGC に出れるの？3位までに入ると出れます。生徒会長してそうって全然してない、したことないです。お、星4321ありがとうございます。ハートもいっぱいありがとうございます。私はダンスリーダーやってました、体育祭で。ダンスリーダー中2の時と中3の時にダンスリーダーやって、みんなでダンス作ってました。
あで高校生、おおありがとうございます。3位ありがとうございます。引き続き頑張ります。おしにちゅうありがとうございます。高校の時 OL 呼びだったんだけど今はもう当たり前。え、 OL って呼ばれてたってことですか。3位おめでとう、ありがとうございます。ななかちゃんブルベイエベ、私メイクさんに聞いたらブルベって言われましたけど、まだ全然なんかそのわかんない、ブルベとか。はじめまして、はじめまして。ニートの差を縮めていきましょう、頑張ります。応援よろしくお願いします。学生時代 AKB の曲踊ってた、踊ってました。中学校小学校の時に踊ってました。起きたら押し溜まってなくて悲しみの浄化装置、悲しみの増加装置でした。ウケる、初めて聞いた。使いますね、悲しい時に使いましょう。みんな今日はご飯がなくて悲しみの浄化装置でしたって。次の質問に行きます。あ、違う、高校生の時のあだ名はもがみか、なんやろう、ななかちゃんとかかな。やっぱりその辺はずっと、そうですね、もがみ。なんか高校生の時って名字で呼び合うっていうのがなんかあったんですよ。みんな仲いい友達も名字で呼び合ってたので、高校の時はもがみって呼ばれてました。結構セブンセブンとか言われた、セブンは言われたことない、ジョイマンとは呼ばれてない、ジョイマンとは呼ばれてない。もがみか、あ、キャンとか言われてたかも、キャンと。お腹は言われて、お腹は言われてない。モッカーとか、モッカーも言われたことないかもしれない。2シュート50ありがとうございます。マヨネーズはもちろんない。もちろん呼ばれたことない。こんにちは、こんにちは。なんか名字呼びが多かったかな、高校の時は。 HKT ではもがみって呼ぶメンバーいる？いや、いない、いないですね。あの高校生の時だけですね。高校生の友達はいまだに名字で呼び合ってますけど、HKT に入ってからはななちゃんが多いかな。ななかちゃん、6期のことか、ななかちゃん、なあたん、ななかとか、なもがねとか言われるかな。そうですね、先輩はななかとかもがみちゃんとか言われる。うちは7日から7キャンに変えます。いや、変えなくて大丈夫です。7日でいいです。7日がいいです。7キャンはもう中学校の名前なので封印しましたので。でツイッターの質問がこれぐらいだったので、なんかコメントから拾って、あれ何分からしてたっけ、15分か、20、あと10分ですね。うちはマヨネーズにしなきゃ、マヨネーズはちょっと嫌です。正直にちょっとだけ嫌です。ちょっとだけ。ななちゃんのキャッチフレーズ、なんか疾走感あるのが欲しいな。疾走感？難しい。レッスンの先生にはもがみ呼び。
いや、ナナカですね。好きな韓国アイドルとかいる？います。ブラックピンクが大好き、大大大好きなんです。本当に大好きで、あのみんな細いし、みんな綺麗で可愛くて、もう本当女子の憧れって感じがします。大好き。ナナの日動画の顔面パーツ神経衰弱みたいな。ゲームは得意、ゲームは得意ではないかもしれないけど好きです。マリオとか好き。ねえ待って、ペンライトの代わりにマヨネーズ振ったらレース作れる。やばくない？マヨネーズ振るって。マヨネーズ飛び散らないようにだけ気をつけてください。レスはどうしようかな。嘘、ちゃんとします。さすがにマヨネーズは。ケロッピーありがとうございます。ケロケロ。1,2,3,4,5,6 だとちょっと時間がかかってる感じです。じゃあ1,2,3,4,5,6ってこと？したら私その数えるのしかあのキャッチフレーズないからすぐ終わっちゃうから1,2ってやってるんですけど、遅いですかね。セーラームーンを6期で例えるとしたら誰が何役？まあマーズは私がやりたくて。やりたいだけ。水色はさあちゃんだから、水色はさあちゃんな気がする。黄色はヒーローかな。お、黄色だからヒーロー。結婚してうちはあったら結婚してくれる？あ、でも振ってくれるから振られちゃう。自分で解決してる、面白い。じゃあ1,2,3でいこうか。英語バージョンにしてみる。1,2,3,4,5,6,7ちゃん、セブンちゃんになる。ありがとうございます。拍手拍手ありがとうございます。ケロッピーありがとうございます。ナナちゃんレイちゃんっぽい。レイちゃん嬉しすぎるそれ。嘘、嬉しい。トゥルトゥ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 ルトゥトゥ、セブンになるやないか。セブンちゃんって呼んでください。じゃあ15分からして30分だから45分か。令和のマヨラーナーナーナナちゃんこと曲がりナナカスっていう。マヨネーズキャラになっちゃうよ。ああ面白い。マヨネーズ持ち歩こうかな、マヨラーに近づくために。だるまありがとうございます。あと5分ぐらいなので、サビウサはユイナちゃん、絶対ユイナ、絶対にユイナ。それはポムポムありがとうございます。ハートいっぱいありがとうございます。仕事サポートよかった。仕事頑張ってください、頑張っていってください。この後は夜になるので夜に皆さんまた会いましょう。髪を巻き巻きしますので見に来てください。壇上に上がってくれた方を呼んでいきます。13位サシコのジモッティさんありがとうございます。12位モガエモンさんありがとうございます。11位カタクさんありがとうございます。10位 SPP さんありがとうございます。9位クロスオーバーさんありがとうございます。8位イサオさんありがとうございます。7位銀一のケンさんありがとうございます。
6位ハイパーズさんありがとうございます。5位葵ちゃんさんありがとうございます。4位みのりさんありがとうございます。3位黄色いゾウさんありがとうございます。2位ルンルンさんありがとうございます。1位セボロさんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。次は夜ですね、7時からだったっけな。今日は企画盛りだくさんでやりますので、ぜひお時間ある方は見に来てください。次は髪を巻き巻きしていきますよ。じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃじゃらじゃん。俺らも巻き巻きしてくれる。じゃあ遠隔巻き巻きしますね。次が9時じゃない19時からです。19時から30分間やります。次はさあちゃんが考えてくれたモガヘア配信をします。巻いてなんかアレンジできたら、アレンジって言ってもあまり上手じゃないけど、一旦巻いてやりたいと思います。地肌出てても巻き巻きしてくれますか？どういうこと？巻き巻きできないかも。それ巻くの結構時間かかるから30分で終わるかなって思うけど、一旦巻きます。前髪作る？前髪作らないです、今んとこ。さあちゃん見学に来ますか？ここに来る？来ないかもさあちゃんも来ない。だからちょっと見に来てください。夜の19時からです。でその次が21時15分からひいろちゃんが考えてくれた公演をやりたいと、歌いたいと思います。ななちゃんありがとう。ではまた失礼します。ありがとうございました。また会いましょう夜に。でその最後が11時から12時までお休み配信、何かに変身するかもしれないので見に来てみてください。七日公演おいくら？ゼロです。よし投げれた、よかった、ありがとうございます。イヤホンマイクは大丈夫そう、今日買ってきます。 iPhone のイヤホンが多分いいんですよね、多分だけどなくて、AirPods だからないので、ちょっと今日探しに行ってみます。こんにちは、はじめまして。仕事抜けてななちゃん見て癒された、よかった、ありがとうございます。仕事頑張ってきてね。iPhone 買った時に元からついてないっけ？え？ついてますっけ？嘘？見てみよう箱。ついてるっけ？あ、ついてるかも。あ、あるかもじゃあ。私なんか、iPhone 買った時にイヤホンがついてきてて、イヤホン、あ、45になっちゃった。イヤホンのこの耳の部分だけあったから、え、AirPods ついてくるの？と思ったらイヤホンだったっていうのを思い出した。じゃあね、ありがとうございました。また会おうね。ありがとうございます。夜の19時から会いましょうじゃあね、ごめんね、ありがとう、また会いましょう、ありがとう。